お疲れ様です不利だからこそ有利になるダメだからこそできるようになるこういった不可解なことが世の中には結構あるんですよ吉田さんが言うように私がマージャン店でね一山当ててたら多分ネットビジネスなんてバカにしやってなかったでしょうねもう右にも左にも打つ手がなくなって上にも下にももう進めなくなったんでなんか貧乏なところから脱出できるそのネットビジネスに 行くしかなかなったというね、選択肢がそぎ落とされた状態だったのが私だったんじゃないかなと思うんですよ。でやっぱりね他の人もそうなんですけどももうお金もない人脈もないコネも何にもない経験もないしかも年を取ってしまったところからネットビジネスでなんとか再起を図りましたっていうふうにねなんかできないからこそできることがあるんじゃないかなと思うんですよ。 逆に言ううとできててる人はやらないっていっこととかなと思いますこれもネットビジネスあるあるなんですけどもだってサラリーマンとしてね生活が安定していて副業でなんか稼げればいいなっていう人が稼げるかっつったら結構きついんですよもうニッチもサッチもいかなかった人がもうこれしかないと思ってすがるからうまくいく可能性が高まるわけでしょだからある意味ねその本気でやるとか本気になれないとかモチベーションがどうこうとかっていうのは まだ追いい込まれてないからなんでしょうねだから追い込まれてもないのに本気でできる人ってすごいですよ例えば東大を卒業しましたじゃあ京大も行くかみたいな感じで京大も行ってしまうみたいなね NHK 党の浜田聡さんみたいな人ってほんと珍しいですよ東大行って京大行って医者になって今参議院議員ですからね何やってるやって話じゃないですかでも通常は一花咲かせるとその栄光にずっと偏るんですよね それではね、やっぱりね、ネットビジネスうまくいかないんですよ。それこそ、追い込まれずとも、自ら全てを奏繰り捨てて、もしくは、な繰り捨てたつもりで、もし自分がこの力を失ったらどうするっていう気持ちで、二の手、三の手を打っていければ、本当の力じゃないかなと思うんですよ。うん、まあそういうふうに、人生って組み立てていかないと、極端な話ね。こっちの女の子に振られたらこっちの女の子がいるよみたいな、それがリスクエッジじゃないですか、ね。そういうふうにリスクエッジを、 とへはたえに積み重ねていくからこそ人生は綱渡りのようにでも命綱をつけながら進んでいけるんじゃないかなと命綱があるから大胆にも出れるしそれこそねこのサラリーマン一本失ったら終わりだと思ったらそこにしがみつくことが目的になってしまってね上司に嫌われないようにそれなりに手を抜いてコソコソとやるようになったりとかで自分の責任を回避したりみんながイエスっていうか自分もイエスみたいなね 目立たない方向を選んんででしまうんですよだから自分の道を歩むっていうのは時には多くの人の選択に背を向けることでもありますからね、まあ、そうなっても怖くないようなそんなね人生を刻んでいくことまあそれが私も好きだったのかなと思います今はマージャン店なんて全くね私の人生に乗っかってきてませんけども全然困ってないですねい、えー、ってらっしゃい